はい、本日の面白い数学、ソクラテスは読み書きできない。釈迦キリスト孔子と並んで世界四大聖人の一人とされる哲学者でね、ソクラテスという方がいらっしゃるんですが、この方、賢いと言われているのであればですね、たくさんの本を書いたんじゃないかと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いきや、彼はですね、なんと文字が書けなかったそうです。なので、一冊も残していません。紀元前5世紀にですね、アテネというですね、まあ、古代ギリシャのですね、町に生まれたソクラテスは、まあ、若い頃にはね、数々の軍功を挙げた優秀な兵士だったんですね。全然イメージないんですが、実はね、兵隊さんだったらしいんです。で、兵役を終えるとですね、暇を持て余していたようで、町をぶらつきながらね、誰かで構わず声をかけて議論をするようになると。まあ、このあたりはですね、古典ラジオでもね、取り上げられていたんですが、これをね、あまりにもね、やりすぎてしまったせいでですね、ソクラテスはですね、嫌われてしまったと。それがね、結果としてですね、彼のですね、人生を大きく変えてしまうことになります。このね、ことをすることで話術に磨きをかけると、若者たちにね、議論の方法や政治について、教えるようになったそうです。で、この中にですね、ソクラテスに一番弟子として可愛がられていたのが、あのプラトンでございます。プラトンはですね、なんとですね、名家の出身な方でございまして、文字を書くことももちろんできたそうです。なので、師匠が話すことや他の人と論争していた内容をね、覚えてね、記録していたそうです。で、紀元前ですね、399年にですね、ソクラテスは若者を惑わせたという罪でですね、なんと処刑されてしまいます。で、その裁判でですね、ソクラテスが語ったこともプラトンはね、ソクラテスの弁明として記録したそうです。まあ、この辺はね、なんで、まあ、罪に問われたかというのは、ちょっと詳しくはわからないですが、まあ、やっぱり、ちょっと嫌われてたっていうのはあるんじゃないかなとか思ったりしますが、政治家を目指してね、ソクラテスに弟子入りしたプラトンだったんですが、まあ、そのね、先生をですね、死に追いやった現実政治に彼は幻滅してしまいますと。以後はね、哲学者として生きて、その後もね、彼をその道に導いたソクラテスに関する多くの書物を書いたそうです。なので、ソクラテスの言葉とかですね、思想はそのほとんどがプラトンの書によるものだそうです。っていうのが、まあ、現実らしいんですが、そう考えていくと本当にソクラテスが言った言葉なのかどうか、ちょっと怪しいところがありますよね。なぜ書き手のさ、主観が入らない本ってなかなかないと思うから、先生はこういった意味で言ったんじゃないかみたいな感じのことも、その主観が入ってしまった時点で本当にソクラテスの言った真実の言葉かどうかっていうのはちょっと怪しくなってくるから、うん。まあ、ソクラテスの、まあ、言葉や感想は、まあ、プラトンの目を通したソクラテスなんじゃないかなというのが本日の雑学でございます。ということで、チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。